おはようございます。キムさん、ハートありがとうございます。マサタカさん、トートイスタップありがとうございます。岩田さん、ダルマありがとうございます。キムさん、ハートありがとうございます。MT07 さん、かわいいスタッフありがとうございます。昨日ペナがミスさんの話してたよ。嬉しい、ありがとうございます。なんで話してたんだろう。これはゆずです。ゆず茶なんですけど、ゆず茶は永遠に飲めますね。ひざさん、ハートありがとうございます。韓国ではゆず茶というの、そうなんだ。ゆじゃ茶っていうらしい。ゆじゃ茶。って韓国にもある。私はあの外国のやつがなんか売ってあるところでそのゆず茶を買ったので、でっかいやつ。
です。저는다두타다유차넘쳐요유상하다리도레마스다두타다유차유자차高いゆる茶が大好き、大正解。ルトーの公園だから工事ショールームだった。わーお、ありがとうございます。トラさん、ハートありがとうございます。ゲンです、ありがとうございます。ハートさん、ベターバイミサさん、カイカイセイチョ、セイチさん、アツさん、初見です、ありがとうございます。シトッツさん、ハートありがとうございます。日英漢字書がついてる、これすごいいいですね。日本語と英語と韓国語が一気に一気にわかる。
ナットさんは13位まで19万ポイントめっちゃ減りましたね。ありがとうございます。すごく嬉しいです。キヨシさんハートありがとうございます。ユワトさんハートありがとうございます。ヨドッチさんハートありがとうございます。おはよう。ユーディーさん、そうですね、やっぱそれはね、ミュウちゃんはあれですよね、言うたらアイズワンの一歩手前なので、夕方ですね。明日からはまた、そうです、夕方にやろうと思っています。うん、うん、香水、ジェシーに浴びてからステージ。香水は、そうですね、着替えるのが結構、着替えて余裕あるときはしてますね。そう、気分も上がるしね。ゆずちゃんのちょっとベタベタがついた。翻訳しますね。4時明け朝、早朝4時から起きるの大変ですね。ありがとうございます。シチュエーションによって香り使い分けて、いや私は大体一緒ですね。うん、
朝4時に起きるのって死ぬに等しいよね。はははは。は確かに、みたいな会話をしてたような気がする。確かに朝4時起きは辛いよね。ありがとうございます。朝配信も増やしていきたいなって思いますね。このイベントは好きなことだけで選べないね。ありがとう。朝配信はソラさんハートレート出ます。朝ごはん食べるのが良くなったら朝ごはん配信もいいかもですね。とか朝勉強配信とか、あなたのチューブのそうショールームのように検索いただけるよって。どういうことだ。ハッツはもうあれはガチだから、私はね、ほのぼのふんわり頑張りたいと思います。朝はお腹空いてたら食べますね。すごくめっちゃ食べるから、ショールームなんてしてる場合じゃない時もありますね。リップのおすすめ教えてほしい。リップはハートレートします。リップはあれもういいか。リップはいっぱいあるんですけど、いつも使ってるのはこれのインク、ペリペラのインクベルベットを、あの直にというか、このキャンメイクの
リップティントシロップをこうやって塗った後にちょっと中央にのせてそれを広げていく感じにして、色が足りなかったらこの赤リップもね、ないんですけどすごいいい色なので赤リップを塗ってっていう感じ。あのね、バセリンだっけ、バセリンのリップが、バセリンリップがすごい乾燥にはそれがいいですね。あとはすごい私が気に入ってるのはケイトの CC リップオイル、これもうめっちゃ使ってるんですけど、ケイトの CC リップオイル結構前に使ったんですけど、買ったかな、最近良さに気づいてめっちゃ使ってます。乱用してるので、唇の乾燥が気になる方はぜひ使ってほしいです。っていう感じかな。メディアのシャイニーエッセンスリップ、これもよくたまに、あの唇のちょっとラメが入ってるんですけど、いい感じの色でラメが入ってるんですけど、あのこの先端のところにちょっとだけ塗ったりとかしてます。とかあの結構私はリップを混ぜますね、混ぜるというかリップの筆でリップブラシでちょっとだけ全部取っていい感じに混ぜてます、混ぜますね。あとはメンソレータムのリップグロスとかもかわいい、これめっちゃ前に買ったのでもう売ってないかわかんないけど、もっといいやつが売ってあると思います。24分、ちょっとよいしょ、ピンク系のリップじゃなくて色はどう、これはリップグロス、透明ツヤツヤになって、これもラメが入ってます。あとはリップが取れないようにリップジェルマジックっていう香水の口紅コート使ってます。ペリペラは落ちないね、落ちないし、前使ってたやつよりは乾燥しないと思います。前はね、あのなんだっけ、何使ってたっけ、エチュードハウスのリップの色がめっちゃ可愛くてそれをね使ってたんですけど、そう、人よりね乾燥する体質なので乾燥がすごくて、そうすぐ乾燥しちゃうので、なんか乾燥しないよっていう書いてあった、これのこれマットなんですけど、マット系の色ですけど、これをいい感じに塗ってますね。その上に保湿リップ重ねると
いい感じ、いい感じ、ちょっと潤うのでいい感じかな。キヨさんハートありがとうございます。ソラさんハートありがとうございます。カバキチさんダルマありがとうございます。おはよう。5月6日まで休校らしいけん、佐賀に帰ってきた。そうですね、と福岡はだいたい休校伸びてたりする。てなわけですが、あと1分ぐらいで料金が入れたいと思います。香水紹介はそうだな、そう、一つどっか行っちゃったんですよね、めちゃめちゃお気に入りなのやつ。どのブランド？なんだっけ？ザセム。ザセムの香水がめっちゃお気に入りでした。あと2分。そう、あと10秒で読みます。それではランキング見ます。13位、韓国ペンギンさん、ありがとうございます。12位、伯爵さん、ありがとうございます。11位、リアルトリックさん、ありがとうございます。10位、あのね、サーミンさんが最高、ありがとうございます。9位、ナンマルブさん、大福の輪、ありがとうございます。8位、ココさん、ありがとうございます。7位、MT07 さん、ありがとうございます。6位、ジュダさん、ミスターの輪、ありがとうございます。5位、ユアトさん、ありがとうございます。4位、サゾッチさん、ミスターの輪、ありがとうございます。3位、マサタカさん、ありがとうございます。2位、カバキッチさん、ミスターの輪、ありがとうございます。1位、キュウさん、ありがとうございます。北急はでも感染者とか多いので注意ですね。それでは16万ポイント、すごい、ありがとうございます。それでは終わります。終わります。2101人の皆さん本当にありがとうございました。次は6時5分かなからです。それでは終わります。バイバイ。ありがとうございました。